はい、おはようございます。シャチくんでーす。よろしくお願いします。じゃあ初代ポケモンくらい進化なしでクリアしてやんよ。たまたまバージョンね。続きやっていきましょう。まあライバル戦から、まあ前回ね、勝美倒せてよかった。でもそろそろ技欲しいよね。このままさ、赤地区じゃない山吹まで技ないんか。こいつは砂かきが怖いんで、玉投げでね。おい。おい、 2.25% 安定ですね。ダメージ量が少なすぎる。じゃあ砂かきされたらもう当たらないじゃん。じゃあもはや当たらないです。よし。いや、ムカつくな。今日も安定のイライラ。あー、もうムカつく、ムカつく。負けよ、こんなの。クソゲーじゃん。クソゲーだなー。ひどくクソゲーだなー。いや、もう砂だけやられないのを祈って我慢した方がいいかな、最初から。はい、まあそんな感じで今日も頑張っていきましょう。やりー、やっぱ俺って天才。はぁ。はい、そんなに勝ってほしいね。いや、てか、玉投げきちいよな、ほんと。のしかかりぐらい覚えてくんないかな。覚えないんだよな。これ我慢でいきましょう。ああ。いや、でも我慢って確か、初代の我慢は砂かきされてもね、当たった気がする。うん。関係なかった気がする。とにかく、とにかく倍与える。あ、だよね。でも今後、全部我慢で勝つしかなくなっちゃうな。一発しかないけど、砂かけ5回目。キモすぎない？この戦法。さすがに。さすがにキモすぎるよな。だってこの後もうさ、我慢しかできないよ、俺。はい。あ、風起こしね。オッケー。俺、相当気持ち悪いと思うんだけど、このビジョン。許せないよな、この戦法。はい、お疲れ。まあ、我慢中に回復している俺に言われた。あー、詰んだ、詰んだわ。あ、だって当たんないもん、これもう。10% ぐらいしか当たんないんじゃない。しかも当たったところでよね。クソ試合。はい、当たった、やった。あ、めっちゃ与える。3発やれ。よし、オッケー。詰んだかと思ったー。とりあえずセーフ。あ、オッケー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 。我慢。一方振るね。我慢します。よくないぞ。よくないぞ、それは。さすがに。19受けた。いや、よくない。勝てない、これ。え？勝てないぞ。はい。なるほどね。いやー、どうしよっかな。いやー、これもうピジョン。いやー。ここだったら多分玉投げでいけるんで。このピジョンよなー。はい。あー、なるほどね。いいよ。当てろってば。あ、よし。いや、切れそう。ムカつくわー。だ、催眠、催眠術。あ、いやー、やっぱ無理か。これ我慢しかないか、やっぱ。5回でこれだもんな。はい。砂かきが来ない。いや、最初っから我慢しときゃよかった。砂かき全然使ってこねえじゃん。煽ってやがる。このビジョン煽ってんだろう。気持ち悪いな。気持ち悪い。ああ、でもまだあるか。はい。何回やりーって見りゃいいんだ。まだパート2の初戦なのに。初戦でこれはちょっと良くないぞ。やっぱこれ我慢だね。ビジョンはもう我慢。もう砂かきを使ってこないことを祈り我慢。もう風起こし電光石火砂かきなんだから3分の1なんじゃないの？まあ、一発までなら許容範囲。我慢が短いんだよな、ちょっと。2回攻撃してこいよ。なんで？なんで？いや、これキモいわ。
我慢使ってるからってわけじゃないよね、多分。いや、ちょっとキモすぎるなぁ、先方が。はい、倒せるときは倒してくるね。あー、ていうか、この後のゴールデンブリッジもやる気せえなぁ。いや、いっそ悪あがきで行った方がいいか。そっか、悪あがきっていう手段があったね。いや、でも HP 持たんよなぁ。死ねえよ。クソ鳥がよ、なんで砂かけんだよ、卵に。美味しくなくなっちゃうだろう。不良品として売り出されちゃうだろう。安くされちゃうだろう。おい、割引商品になっちゃう。いや、でもこれ無理だもんな、冷静に。いや、急所。はぁ、あ、いやぁ、やるちね、やんなきゃよかった。もっと違うのやればよかった、今日。もう、この時点で消したいもんね、正直。はぁ、あ、3ターン続いても、中毛が先行されたか、されるっていうか、さっきからピジョンリーも勝ててないから、レベルも上がらん。さっきからっていうか、一回戦目以外勝ってないのでは。ああ、やっとやったわ。いや、これ、いや、これ、そんなに出ない、この、ただ二回攻撃してくれるだけなんだけど。こんなに難しいことじゃないと思うんですけどね。私的には。あ、やった、当たった。ちゃんと倒せ、もう。ああ、三回ね。結局このケイシー回復しとくって言おうと思ったら倒しちゃったよ、急所だし。でもこれこうだったら勝てないもんね。尻尾振られるし。必殺前歯しないんかい。あ、当たった。ええ、やっぱ玉投げでいけんだな、これ。いけるな。やっぱ砂掛けさえ当たんなきゃいけるわ。そういうことだよね、この勝負、おそらく。まあ、尻尾を振る。ああ、まあ、無理だよな。いやー、マジピジョン次第。もうピジョンで、砂掛け食らわないで、我慢で倒すまで飛ばしましょう。はい。来た。来たぞ。じゃがりこ食いながら動画見てたら、うわー、やれ、耐えるだろ、これは。よし、やれ、よし、来ました。砂掛け受けてません。回復。よし。ここでケーシーで一服できるのがいいな。あ、一服って、あれね。タバコじゃないです。私、吸わってないんで。うん。一呼吸って意味の方ね。あれ、一服って言葉はタバコ以外でも言うよね。ここは、いや、まあ、この一発はしょうがない。まあ、でも11しか受けないじゃん。おい、ふざけんなよ、バカが、この卵が。屋上から投げ捨てるぞ。この卵。たまたまなんか高い上にぶん投げたらもう割れちゃうんだから。クソ弱いな、そう考えると。はい。ポケモンとしてはかなり弱い方なんじゃないか。なんかの図鑑に鬼スズメに食べられてしまうみたいの書いてあった気がするんだけど。ああ、そういえばね、ライバルのポケモンはちゃんと炎タイプです。あ、外れた。よかったー。ヒノコ外れた？え、待って、ヒノコ外れたぞ、今。256分の1引いた、俺、今。安定ですね。一冒険に一回は引ける。相手が出るとは思わなかったな。基本こっちが出すからな。今回はこっちに命中100の技がないから、気を使って相手が出してくれました。やりましたー。いやー、よかった。いや、今後もあのピジョンの砂掛けに付き合っていくと思うと気が滅入ります。そして確実に素早さがずっと勝てないんでね。すげーやだなー。うん。話長いよ。では、まあ、ゴールデンブリッジはさすがに長すぎるんでね。もうカットですね。では、どっかからか行きます。は
い、辛い戦いでしたね、ゴールデンブリッジ。なかなかの。すげえ負けたな。負けだけダイジェストにしてるかもな。もうだって、やってるから30分くらい経ったな、ゴールデンブリッジ。たまたまちゃんさ。まあ、そうやな。玉投げしかないんだもんだって。ずーっと玉投げしてました。こうやって。で、大体2回だし。で、5回出たらね、あー嬉しいみたいな。あーもうムカつくなー。クソが。こいつあれか、全員ポッポのやつか、この女。クソ女だな、クソアマが。あー当たる。砂かけされた時の方が当たる気がする。でも2回しか与えない。この2回の量やばくない？あー始まったかー。あー始まったね。まあ我慢しようかな。もう風じゃないわ。砂かけはね、来る手で行きましょう。これ当たるよね。確か当たるはず。よし、そう。これ我慢が偶然当たってんのか、我慢は絶対当たるのか、未だに解明されてないんだけど、俺の中で。どっちなんだろう。うん、当たるんですよ、これ。なんか誰かでやった時もね、砂かけで積んじゃうっていうか、もう、あ、無理だわって思ったら、我慢はなんか当たったんだよね。我慢は絶対当たるよう仕組みなんじゃないかなと思っているんですが、どうですかね。砂かけ対策にバッチリです。まあ、初代だけだと思うけど。はい。OK。やれ。あ、全然。あ、俺アイテムねえや。やばや。買ってねえ。当たった！ラッキー、やりました。ただ、次のやつに勝てない。いやー、このね、イカれた男。イカれた女とイカれた男が並んでんな。なんかよーって。人に話しかけることなんか1年で数回しかないよ。折り詰めね。でもこれ勝てるんですよ。催眠術さえ当たれば。そう、当たれば勝てるんですよね。目覚まさなければ。ふぅ。はぁ？負け？負けやん。めちゃくちゃだるいな。許さない、こいつ。まあ、どの道だったの電光石火で紛れたような気もしますが、こいつのせいで花田に戻された。頑張ろう、お玉。この鬼スズメぐらいだったらもう玉投げでね、倒せますよ。ちゃんと5回でも倒せない。なんだよ、当てろよ。よし。オッケー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 。で、だったね。うわ、キモ。ああ、先制取られんだ、どの道。そっか、じゃあ勝てなかったね。催眠術当てようが関係なかったです。体当たりを避ければあったか。怖いな。催眠術いる？いや、でかい。急所か。急所にしてはでもなかったな。あー、オッケーオッケーオッケー。射程の圏内。あ、出た。5回与えてちょい残し。これもしかしてお玉俺のこと煽ってる？よし。やりました。なんか辛いな。あ、リフレクターね。あ、でもまあ、あってもいいよね。こんな序盤で覚えてくれんならあってもいいや。初代のリフレクター強いしね。無限だもんね。無限物理半減ってだいぶやばい、イカレー能力だと思うけど。では、3ターンの後、ライバル戦行こうかな。よし！じゃあ、ライバル戦か。ライバル戦ついさっきやったばっかな気がすんな、この動画上では。まあ、俺はゴールデンブリッジ30分、さまよったわけですが。すぐライバル戦。いや、ここもでも戦法は一緒だもんな。でもユンゲラーになってても別にエスパータイプ怖くないのはいいよな。まあ、あとリザード怖いなぐらい。だこのピジョン次第なのよ。でもさっきから全然レベル上がってないな。こっちはもう25レベルよ。さすがに素早さ勝つんじゃない？あ、勝った！イエー！うわ、キモい！あー！キモいわー！なんで当てないの？催眠術。なんで今は当てれんのに最初の1回で当てればよくない？いや、思ったより与えないな。あれ、与えてるか。玉投げ一発にしては与えてるね。
当てるんかい。砂かき当たった時の方が玉投げ調子いい気がするんだけど。気のせい？気のせいじゃないんじゃない？砂かき食らってて当たんのになんで当たってない時あんなに外すの？あー、ちょい残しじゃない。素晴らしいお玉。君にしてはよくやっている方。あ、リフレクター使いましょう。せっかくなんでね。はい、リフレクター貼る。でも、急所食らうと意味ないからね、初代は。貫通しちゃうもんね。でもなんか玉投げが順調なんだけど。はい、はい、関係ない。11ダメか、でも言うても。玉投げめっちゃ当たるよ。どうした？どうした？嬉しい、もはや。砂かきしてくれてありがとう。でも確かにそりゃそうか。だってさ、砂かけられてない時に、めっちゃ外してるってことは、もともと濃紺ってことでしょ。逆に何にも見えないで適当に投げても変わんない。とか当たる。そっちの方が当たる状態ってことでしょ。なるほどね。うん。納得したけど2連続で外してたな。ウェーイ！順調！こんな調子乗ってリザードに負けたらどうしよう！頑張ろう。ここはでももう我慢します、俺。言うて受けないと思う。あ、受ける。え、21ダメ。やば。なるほど。でもいい傷薬を買っている俺には関係なし。食らったダメージをそのまま相手に食らわせる技、ペインパッカー。技名合ってましたっけ？ペイタンの技。食らいな。痛みを返すぜ。あ、やばい。いやいやクソがどうしてなんだよ。はい。許せないなぁ。あれ、急所じゃなかったら耐えてたよね、リザードのキノコ。だから、そのさ、1回でも2回でも前だったら全然良かったんですよ。あの瞬間だけ絶対に急所当たっちゃいけなかったのに当たった。許せない。なんか眠らせる必要ねえかも。いいや。なんか砂かけしてこないし。いや、これだったら我慢でいいじゃんってなんだよな。ムカつくよな、こいつ。ほんと煽ってるよな。倒せよ。これで2回で倒さなくて砂かけってパターンだけは許さないぞ。うわー、ジムカつく。すげえ、くす。え、言葉にできない。もう。イラつきがすごい。キモいな、ほんとに。いや、もうだってこれ、望み。いやー。いや、でも当たるんだよなー。でもやる気はしないよね、普通に。当たるんだよな。当たるんだ。当たるんだよね。じゃあやる？いやー、そっか。何なんだろうね。あ、まあ、リフレクターいらんか。玉投げ。当たるんだよな、玉投げが、本当に。さすがに次当たんない？当たるんだよなぁ。砂かけされてる方が当たるんだよなぁ。不思議。よし、オッケー。リザード、ブルーのリザードなんか冷静にかっこいいな。なんかあんまさっき思わなかったけど。20ダメね。でも、やけどになっても負けちゃうな。あ、あと今更だけどあれだな。イヤギリのポケモン捕まえてねえや。いや、早いんだってば、フラグの回収が。早いのよ。いや、いけるか。ギリいける。倒せ。はい。やれよ。やるよね。あ、よかった。あれ、やけどって歩いててもダメージないよね。とにかくポケモンを育ててるけどね。一匹しかいないから。なんかすげえ疲れたなぁ。2回で勝ったかで。はい。そしたら、クチバジム行きましょう。まあ、ここは大丈夫だと信じていますが、どうですかね。あれ、草に電気は今一つだよね。うん。これさぁ、ずっと勘違いっていうか、わけわかんなくなっちゃうんだよね。電気に草も今一つなイメージになっちゃっててさ。まあ、これ、うん。永久感してほしい、誰かに。
天気に腐って効かなそうじゃないですか、なんとなく。あんまわかんないけど。いや、あんま与えないな。いや、待って、思ったより与えないな。あー、そっか、固定ダメージはえぐいな。じゃあ、我慢すればよかったと思ったら急所出してくれたし。あー、まあ、もう倒すか。外れた、外れた、そしてスピーダー、外れた。いや、待って、この玉投げに連続外し多くない？そんなに出る？もうこの度3、4回目だと思うんだけど、そんな出ますか？また当たんねえし、ムカつくな、ほんと。そっか、いや、そんな出るかな。 2% よ。 2% って日常でそんな起こり得る？じゃんけん3連続負けぐらいあるか。全然あるよ。まあ、じゃんけんする相手いないから最近じゃんけんしてないけど。あ、レベル上がんないね。あ、レベルなんかさ、思ったより上がんないんだよね。これどうしよう。これ我慢だな。めんどくさいね、もうね。どんぐらい受けんだろう、これ。でも特殊高いよ。あー、17。オッケー。これならいけんな。はい、10万ボルト。麻痺はやめてほしい。あー、そこで鳴き声か。よくないな。オッケー、ナイス。これは、いやー、落ちない限り。あ、やばいぞ、痺れたら。よし、危ねえ、セーフ。乗り越えた。あ、思ったより値ね。はい、電気ショック、なぜかやってくる。鳴き声、あ、ここでの鳴き声は別に。で、我慢ね。急所だけ怖い。はい、あ、21なら、あー、麻痺。あー、終わった。消えたー、行きましょう。あー、なんかしんねえけど消えたー。最悪だわー。まあ、最悪ってほどの状況じゃなかったけどね。まあ、いいでしょう。こいつは眠らせよう。嫌な音関係ない。こいつはね、ソニックブームがうざかったんで。よかったー。口場の前にセーブしといて。ライバル戦のとこからだったら結構嫌だったからな。2回しか当てないね。これ絶対俺5回が一番確率低いとかあるよね。さすがに等倍じゃないよな、これ。全部が 25% ずつなわけないよね。2回の確率高すぎるもんね。で、ピカ様ね。鳴き声、あ、鳴き声されても関係ないって言おうと思ったけど関係あった。あ、関係なかったです。3回やれ。よし、ナイス。オッケー、素晴らしい。3回やればいいよ。あ、オッケー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 。もう関係ない。ライチュウには、玉投げしないから、俺。で、かつ、からの、我慢。とにかく、麻痺と相性が悪すぎんだよな。あと、麻痺してもさ、傷薬使えるってことは、途中で麻痺直し使ってもいいのか。鳴き声、解放。急所分の10万ボルト分与える。惜しい。使います。使わないからって言ったけど、もう相手1ぐらいなんでね、使いましょう。はい。お疲れ。やりましたー。あっさりだったわ。よかった。マチスとの勝負に勝った。というか、ここまでで1時間ぐらいかかってんな。思ったより進まないんだけど。もうちょっと余裕だと思ってた。いや、でも、たまたまがの本領発揮はこっからなんでね。あ、まだか。岩山トンネルはね、やりましょうか。はい、ということで、岩山トンネル行きましょう。でね、途中で宿り木の種、覚えたんですよね。まあ、一応覚えさせたんですが、で、我慢をね、忘れさせました。悩んだんですが。まあ、多分大丈夫だと思うんだけど、この途中で出てくるさ、下爆してくるね。石つぶてと、ゴローン点に備えてね。ちょっとリフレクターも別にいらなかったんですけど。まあそこで必要かなと思い、取っておきはしました。まあそこ超えちゃえばもういらないかな、正直。移り技で怖い敵が多分いないんでね。いやー、ここはもう宿り切れ倒すしかないね。
宿り木眠りというクソみたいな戦法でいきましょう。これはもう致し方がない。俺にね、戦闘を挑んだあなたが悪いです。リフレクターでお茶を濁す。玉投げ外れる。安定。いやでも今の外れた、外しただけ。わざと。うん、ほら。このターンで決めたかっただけ。この道決まってたような気もします。あーかわいい。この宿ほんとかわいい。すべての力を脱力した宿ね。ブルー版の宿ほんといいよな。俺もああやって一日過ごしたいしな。床とかにああやって寝たいよ。いや、寝たくないか。謎の自己完結しちゃった。あの顔もいいんだよな。ヤドン可愛いな。でもヤドンってちょっと臭そうだよね。よくないイメージかな。可愛いけどさ。倒せ、もう。早く玉投げ終わりにしたいな。波乗りがあれ、あら、卵爆弾ってあれ、俺勘違いしてたな。あれか。玉虫で取れるのは卵海か。卵爆弾ってどこで取れるんだろう。わかんないな。まあ、なくてもいいか。まあ、威力100の技って結構いいよ。あ、そっか、卵爆弾の場所調べないとな。あー、いや、グレンタウンとかだっけ？忘れちゃったな。そっか、玉虫で一気に強化できると思ったけど、そうでもないのか。待機で一本でいけるか。 PP 少なすぎるよね、さすがに。我慢あった方が良かったかな。まあ、しょうがないか。待機ね、いやー、どうだろうな。待機ねと卵爆弾の二刀流で行く予定だったんですが。うん。まあまあまあ。玉投げ10発か。次のやつに玉投げ使うから、ダメだな。宿り木だけで倒そう、こいつは。飛ばします。よし。催眠術使いすぎてたな。あんま見ないで連打してたら。ねえ、宿り木で倒すと。いや、もうねえ、まあ、卑劣な戦法なのは分かってるんだけども、たまたまでやるってなった瞬間、これしかねえなって思っちゃったよね。ただ、ここではそれは効かないと。催眠術、ん？ここの、でも状態異常全だよな、謎の草。かわいい。謎の草かわいいよね。何も考えてなさそう、こいつも。幸せそう。急所のアイス。でも急所でそのダメージか。もう一回。ああ、吸い取る。アホでよかった。え、5も受けんの？え、5も受ける？え、ちょっと納得しかねる。5受けんの？いや、そんなあれだと思うけど。あれ、乱数幅すごくない？急所当たってた今。え、全然見てなかったけど。え、まあ、わかんなかったな。29レベルね。あと2レベルで言うこと聞かなくなっちゃうね。うわ、マジか。これ一回戻んなきゃ無理じゃん。うわ、泣き声やられたし、クソだな。クソみたいな状態になってしまった。あ、ちょっと。はい。泣き声もうざいし、いや、いっぱい出ろ。いっぱい出ろ。いっぱい出て。いいね。はい。いいよ。いいよ。やれ。もうやろ。はい、オッケー。やりました。うん。どうせ PP 足りないから一回戻りましょうかね。そしたら、石粒手使い。あれもいいか、別に。まあ、とりあえず、いいとこから行きます。はい。そしたら、最後のとこ行こうかね。石粒手とね、ゴローマ、見事に全員自爆してきましたね。リフレクターなかったらちょっとやばかったな。うん。普通に危なかった。石粒って急所当ててきたからな、自爆。ニャース、かわいい。ブルーニョニャー、ブルーニョニャース？ブルーのニャース、かわいい。おい、外すなて。ひるみそうだし。ひるんだ。わ、よくないな。だから外しちゃダメなんだよ、最初に。はい。いや、ほら、もう弱いもん。弱くもねえな。
ああ、そういえば卵爆弾サファリゾーンと玉虫の2階でも買えるんですね。卵爆弾なんか玉虫で売ってんの知らなかったわ。謎すぎない？買えるさ、ポケモンすげえ少ねえのに、売ってんだね。かまぼこ爆弾なんて。よし。んで、あ、でも30になんないな。これギリギリなんないでいけそうだね。まあ、30にはなるけど、31にはなんないで、エリカ戦いけそうだな。それはだいぶありがたい。遠くになってしまった。ニャースの鳴き声のせいで後引いてるな。一人取るね。まあ、このままご利用しちゃいましょう。最後ポッポか。5ダメね。このさ、ずっとこの玉投げです、ここまで進んできて、あのね、まあまあ辛いですよ。いや、なんかあんますげえむずいわけでもないんだけど、辛いな。このドンドンってなってる間の時間不毛すぎるからね。あー、30ね。まあこれで大丈夫でしょう。あー、まだ、いや、そうか、ポッポか。急所、あ、急所、ナイス、おたま、ごめん、不毛とか言って。あ、不毛だわ、2回なんて。あ、吹き飛ばしね。より意味ない技をやってくれて、本当にありがとうと思っています。倒して。よし、ナイス。今のでね、3回で止まってたらちょっと嫌だった。ないわ、だって。ポケモンないとか言うな。では、玉虫ジム、いよいよ、行きましょう。はい、ということで、玉虫ジム行きましょう。めちゃくちゃ強くなったよ。これが本来のたまたまな姿。大人のお姉さんが、もて遊んでいるたまたまと、俺が真剣に育てているたまたまの勝負ですね。行きましょう。たまたま勝負。なんと変なグラフィック。はい、こっちの方が可愛いよ。はい、ということで、卵爆弾、催眠術、ヤドルギの種、サイキネと。あ、サイキネ2ポイントアップ使ってます。卵爆弾、食らわしてやんな。どんぐらいいくの？あは、ちょっと思ったよりだな。そっか。爆発しちゃって何回も使える？大丈夫？まあ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 、今までのね、玉投げのこの、ドン、ドンって、4回か5回与える分のダメージぐらいは与えてるね、一発で。そう考えれば全然、うわー！言うこと聞かなくなっちゃったじゃん。マジかよ。まあ、行きますか。初代のエリカは、毒タイプの技使ってくんのかな？妖怪機使われたらちょっとしんどいな、ぐらいか。ボンジャラ、ウツボットと臭い花か？いや、使ってく、あ、違う、全然違った。ウツボットからだった。行きましょう。まあでも、こちらには催眠術がある。毒の粉ね。命令を無視して、ヤドリギの種。毒の粉。オッケー！あは！ふぅ！毒消し持ってねー。毒消し持ってないわー。回復の釣り1個あるけど。どうしよっかなー。勝てないなー。いや、わかんない。最近のダメージによるか。よし！よし！どんぐらい？思ったよりは耐える！素晴らしい。特殊も下げた。天才。よし！よし！なんだよ、全然避けんじゃん。回復の薬1個あるからいけんな。あ、もんじゃらね。ヤドリギ。ヤドリギは草には当たんないんだっけ？あれ当たるんだっけ？俺誰かに。あ、いや、当たんないよね、草に草は。うん。どれかを勘違いしてんだよな、俺。まあ、まだ粘れる。いや、もう粘れないか？いや、まだ粘れるね。いや、ヤドリギめっちゃ好きやんとか、PP なくなっちゃうよ。ちょっと。よし、回復の薬を使い。いや、そっぽ向いちゃうね。いや、でも、モンジャラって特殊高いよ。防御高いんだっけ？特殊高かったような気するから、卵爆弾でいいな。いや、防御も高いんだよな。どの道どっちも高いのか。オッケー！卵爆弾はやってくれる。あー、まあ。まあね。いや、でも、ラフレシアに最近で取っとかないとちょっと渋いもんね。さすがにね。モンジャラさん、空気読もう。うわぁ、ヤドリギ好きだなぁ。ムカつくから忘れさせちゃおっかな。うわ、外れた。卵爆弾も命中なんか低いんだよね。はい。ちょっと。
ナイス、オッケー。間延びしてた戦闘早く終わらせてほしい。うー、卵爆弾なくなっちゃうけど、まあ、あとは最近でいっか。7回あるね。いや、命令無視がきついな。よし、やれ。ああ、オッケー、よかった。からのラフちゃんね。ああ、かわいい。なんか似てんだよな、これ。ずっと思い出せない。ああ、強い。サイキネが強い。嬉しい。やっとだ。やっと一回の攻撃で半分以上食らわせられることができる。今まで何だったんだろう、弾投げって。クソみてえな技だな。よし。やった。能力こんな感じね。弱いな。今何レベルだったっけ？まあ、60ぐらいで全部3桁いきそうかな。70ぐらいか。それなら、うん。あと、メガトレイン覚えないのがほんと納得しかねるよな。覚えようよ、普通に。ミスでしょ、多分。俺は。あ、やべえ。たまたまにメガトレイン覚えさせられるようにすんの忘れたってことじゃないの、これ。まあ、そんな感じで、まあ、高木戦、やろうかな。よし、じゃあゲームコーナーね、行きましょう。いやー、そろそろアニメーション解放していいですかね。うん。いや、さすがにさ、玉投げをずっと見ているほどの根拠はなかったので、飛ばしてたけど、そろそろいっかな。でも、宿りぎやったらめんどくさいな、ぐらいか。いや、でもみんなに見てほしい。進化したお玉の力を、命令も聞くようになりました。完璧だよ。食らわしてやろう、卵爆弾。あんま見れないよね、卵爆弾って。あんま使うやついないもんね。あ、倒せない。倒せないし、先制取れない。いや、ここでメガトレインやったらなぁ。メガトレインやったら俺、ヤドリキも別にそんなにいらなかったなぁ。えい。まあ、あとは、いや、でもソーラービームどうしよっかな。あ、ズバッと、お前、許さないからな。粉々にしてやれ。バラバラにしてやれ、この、コウモリを。羽ちぎれ、念力で。よし。あれか、お月見山のロケット団の恨み。お前、ロケット、こいつあれじゃねえの？お月見山いたやつと手持ち似てね。気のせいか。ポラッタとズバッタだったような気がしたんだけど。まあ、恨みは果たせましたね。まあ、卵爆弾あるからステミタックルはいらないよね。よし、そしたら、榊の手前のエレベーターのとこから行きましょうかね。ほい！そしたら、この手前のね、二人。ここが、武蔵小次郎じゃないとなんかちょっと違和感だな。基本ピカチュウ版しかやってなかったからね。アーボね。頑張ろう、お玉。楽しくなってきたよ、俺。ああ、つまんない。外すんだよな。ほら。卵爆弾ちょっと黒い塊すぎてちょっと怖いよね。倒せねんかい。いや、ちょっとあのさ、HP を倒す技がないのがきついな、ちょっと。ね。大味な技ばっかだもんな。だからやっぱメガドレインが必要だったんだよな。まあ、大味っちゃ大味だけど、サンドキモいな、ちょっと、ブルーバーン。目飛び出てるよ、だって。サクランボみたい。あ、やった。強いですね。十分やれる、これなら。これ、これ全然もう、こっからはすいません。ドルゲーです。本当大丈夫か？ドルゲーと言って大丈夫か？いや、待って。あ、忘れて、完全に忘れてたけど、カツラいるじゃん。カツラがいたな。まあ、あと、このまま、アギャギャ。かわいい。こいつ、アギャがね、アギャギャのやつか。アギャギャって、アギャギャってさ、すごくない？この世で多分、アギャギャって言った人いないと思うんですよ。おそらく。いや、わかんない。日常でね。アギャギャなんて言う？言わないよね。こんな中、あいつのセリフにアギャギャっていうのをつけたの天才だよね、やっぱ。やっぱゲーム作ってる人って天才なんだよな。昔は俺もゲームを作る人になりたいなって思ってたな。うん。昔って小学生ぐらいね。リアルな夢な方じゃなくて、うん。全然ダメだったな。全然、あ、まあ、そういう道っちゃそういう道の勉強をしてないな。学部がそうだっただけか。あ、倒しきれない。あ、切り裂くちょっと怖いよ。あー、まあ22か。いや、やっぱ防御高えな。いけます、これ。防御高いし、特殊も低くないから、素早さ低くてもなんとかなるよね。
たまたまは進化させる必要がない説を唱えよう。こんな調子に乗ってて大丈夫かな。いやでも防御高いからさ、まあ、高くはないけど、まあ、高いっちゃ高いか。高タイプの技来てもそんなに怖くないなって思ってんだけど。まあたまたまでクリアできないとなったら虫タイプの超強力な技を持ってるやつがいたら無理だけど、初代にそんなのはない。メガホーンをやられたらまあ全部砕けちゃう。いわーくも一撃だ。わー嬉しい。ゴールデンブリッジ終わった後のイワークに3、4回負けたんだよな。嬉しい、気持ちいい。どうやってこの卵がサイコキネシスみたいな技使ってるか気になる。ポケモンスタジアムで見てえな。ポケモンスタジアムの技のアニメーションなんかリアルでいいですよね。あー噛みつくね。ガルーラよりは遅い。まあ別に噛みつかれてもね、6個あるうちの1個を犠牲にすればいいだけなんで、残り5匹で頑張ろう。怒り、初代のクソ技発動、勝ちました。こういうアシストあるからね、初代には。OK! ずいぶんと楽になったな、まあ、やっぱ玉虫から強化されるパターンのポケモンは強いですね、この感じは。OK! そしたら今回はこの辺りで終わりにしよっかな。うん。まあ、次回で榊まで行って、自治会で四天王クリアみたいな感じでいけたらいいかなと思っております。はい、こんな感じでいつもご視聴ありがとうございます。コメント高評価も本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。